1万5000座流星群が大接近した昨夜、金沢では環境調査を兼ねた星の観察会が行われました。この観察会は星空を守る会北陸ネットワークが開いたもので、観測場所の金沢市郊外七曲町にはおよそ70人の親子連れなどが集まりました。観測はこと座のアルファ星とゼータ星、それにイプシロン星を結ぶ三角形の中にどの程度の星が見えるかを調べるもので、光害、光の害や大気汚染の度合いの目安となります。参加者たちは双眼鏡を覗きながら観測にチャレンジしていましたが、子どもたちの中には目標の三角形が捉えられず苦心する姿も見られました。星の会では今年から8月12日を星空の日と定めるとともに、今後もこうした催しを通じて自然環境の大切さを呼びかけていくことにしています。なお観察会は今夜も今の最後は星空の日の閉店日以来、来年7月中旬、エルセウス・ザ・流星群という1時間に数十個の流れ星が見られる現象があります。昨年、エルセウス・流星群の起源とされる水泡・サップル星星が地球に接近したことから、今年は特に130年ぶりと言われる大流星群の出現が期待されます。8月12日前後にかけて、全国各地で夜空を見る機会が設けられます。仙台市では7月12日を夜間照明ゼロの日、九州では商店街や公共施設の照明を灯籠や電光に照射して美しい星空があるよう配慮して多くの市民の共感を得たり、今市でも夏休み中ということもあって子どもたちや一般の方々が大勢参加し宇宙ショーを楽しみました。主催された皆さんからは、地球の未来を担う子どもたちに宇宙船地球後の大切さを認識し、上昇豊かな成長を考える機会となり、また褒めを出すことで地球エネルギー資源の増資など生活環境を見直す良い機会ともなるとして、8月12日を星空の日として制定しておき、旨の要望書を市長に提出されたと聞いています。真の豊かさを求められている過去、私も年に一度は夢とロマンあふれるこんな日があっても良いのだと思いますが、その受験をやってください。これに関連して坪山スキー場夏の星空を観察するとして開放ではいかがでしょうか。リフトも活用でき、全学習館には発達できる天体望遠鏡を備え付ければ、観察会場それではイベントも